どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタマです。よろしくお願いします。さて本日はですね、5月6日、阪神 VS 中日の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神負けました。いやーね、悔しいけど、いい試合見れたなーと個人的には思ってる。もちろん阪神が勝っていかな、阪神ファーマー、正直喜ばへんしっていうところはあるんやけれども、まあ僕は結構ずっと言ってますが、打撃戦より投手戦の方が好きで、 うん。まあ、見ててすごかったね。マジで。ま、阪神打線が情けないとかさ、なんかいろんなことを言われてるんやろうけれども、あんなピッチングされたらなかなか打てへんと思うし、青柳さんもあんなピッチングじゃなかなか打たせへんっていうところもあるしね。まあ、しかもその最後のタイムリーヒットに関しては、そらね、ワンアウト満塁やったらな、全身守備せざるを得ないやろうと。うん。あそこでゲッツー守備できるってありえへんからね。 だから、ま、打ち取ってはいた打球っていうところを考えればね、ま、もっと言うと、そのバッターランナー、石川選手ってところを考えたら、ま、セカンドでアウト取れれば、ファースト多分アウト取れたと思うし、とかね。ま、いろんなところはあるんですが、まあ、まあ、試合としてはめちゃめちゃ面白かったし、ね、え、青柳さんもここまで来たかっていうね、もう完全なるエースっていう風に見れてね、僕は嬉しかったですね。ま、明日から買っていただければ、ま、なんだ問題ないかなと思っております。 というわけで本日のサーメンオーダーはこちらになっております。ご確認よろしくお願いします。じゃあ、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね、4打数分安打1三振です。三振、セカンドゴロ、ピッチャーゴロ、ファーストゴロという感じです。 いや、まあでも今日語ることあんまないけどな <laughs>。いや、マジでびっくりするぐらい話すことないからな。うーんとですね。えっ、ー、と、まあやっぱり1番バッターが出て、2番バッターが、まあ送るなり、エンドランなりっていう仕掛けて、で、てるくん、えー、大山選手あたりが返すっていうのがね、やっぱり阪神の形として一番いいので、やっぱり1番バッターとして、近本選手には状態上げてってもらいたいなというところですね。うん。 まあその、大野選手めちゃめちゃいいピッチングしてたんですけど、まあやっぱりね、高めに行くボールも何球かあったし、とかっていう部分をね、捉えきれなかった阪神打線がやっぱりっていうふうには思うし、まあ、もって言うならね、昨日さよなら勝ち、なんだかんだでめちゃめちゃいい試合やった、とかっていう部分あるけれども、まあ押し出しでね、 2点もらってるからね、タイムリーはね、やっぱテル君しか打ってないわけなので、まあまあ打撃陣っていうところはね、やっぱり課題がものすごくある部分の中で、一番バッター近本っていうところがね、出塁してくれるともっともっといいなっていうふうに思っております。はい、続いては中野選手です。4打数無安打です。セカンドゴロセンターフライ、ショートゴロライトフライという感じです。うんと、ライトフライに関しては、まあそこそこおっきな当たり、まあ、外野定位置ちょっと後ろぐらいまでは飛んでいってるかなという感じですね。まあ正直ね、今日、 惜しい当たりっていうのがね、まあ、そもそもそんなないっていう、大山選手のレフトフライ、山本選手のファーストライナー、糸原選手のセンターフライ、梅ちゃんのセンターフライっていうぐらいで、正直ね、てるくんのヒットを除けば5本ぐらいしか、うん、いい当たりがなかったので、まあ、そう考えればね、もう完璧にやられてしまったとしか言いようありませんよね。 まあ中野選手においても、まあ阪神の中では一番いい感じな状態で続けてくれてるので、明日一本二本って打ってくれたらね、今日のことなんもないし、ね、えー、期待しております。はい、続いては佐藤選手です。4打数1安打です。ショートゴロ,ゴロ、セカンドゴロ、セカンドゴロ、センターへの2別ヒットですね。いや、てるくんがここでやってくれたよ。いや、マジでここでアウトになってた。まあ、同じ展開になってたかどうかは知らんけれども、まあ、同じ展開やったとするならば、 完全試合食らってるわけだからね。いやーね、しかも10回の完全試合食らってるわけだからね。非常にしんどい気持ちにはなるけど、まあ僕個人としてはね、やっぱり投手戦見れて嬉しいとかってね、すごい試合、ほんまにすごい試合やったからね。そこに関しては僕個人の感想としては、 うん、おーって思うし、まあ、阪神ファンとしては、はーって思ったけど、まあ、そこをね、打開してくれたのが佐藤くんっていうのはね、ほんまに素晴らしかったですし、まあ、当たり的に、まあ、セカンドゴロもね、そんなに当たりとしては、悪、まあ、2打席目のセカンドゴロに関してはそんなに当たりは悪くなかったし、1打席目のショートゴロに関しては、佐藤輝明シフト引いてなかったら多分抜けてたやろうなっていう当たりやったとは思ってます。はい、続いては大山選手です。4打数無安打2三振です。三振三振、レフトフライ、セカンドフライという感じです。 三振二つに関しては全く同じ形での三振っていう風に食らってしまってるので、いやまあまあまあ、もちろんね、フルカウントになってあのボールを振るなっていうのはね、なかなか難しいので何とも言えないというところですね。えー、レフトフライに関してはね、若干ボールの下をっていう感じやったかな。まあ、当たり的にはすごく良かったと思ってます。 ただ、やっぱりね、4打席目、ここでね、1点を取ってくれる。まあ、正直その4、4の4、えー、5打点、みたいな感じでね、正直そこまでは言わんが、4の1、1打点でもいいからやっぱ打ってほしいな、とは思います。すごく難しいことを言ってるのはわかるけど、やっぱり大山選手に求めるのは、ホームラン数とかじゃなくて、打点っていうところをね、もっともっと求めていただきたいな、と思ってます。 はい、続いては、ロハス選手ですサンダスームアンダです。レフトフライ、ライトフライ、サードへのファールフライですね。えー、っと、うん、まあ、その、なんと言いましょうか、ロハス選手、頑張れというところじゃないでしょうか。ね、えー、ほんまに頑張れっていう感じです。はい。はい、続いては、山本選手ですサンダスームアンダに三振です。三振、三振、ファーストライナーですね。 えー、ファーストライナーめちゃめちゃ当たり良かったけれども正面やったという感じかな。うん。あの、守備においてもね、堅実にプレーしてくれてるっていうところもありますし、なんら文句も出てこうへんと思ってます。うん。あのー、まあ、正直ね、その、大野選手対策って左バッターを並べることじゃないですか。だから、 まあ、その、昨日出てなかったけれども、糸原選手セカンドにおいて、佐藤君サードにおいて、まあ、高山選手、島田選手あたりが出てくるんかなと思ったら、山本選手出てきてるっていうことはね、やっぱりある程度期待されてるのでね、まあ、あたり的には悪くなかったし、一打席目もある程度粘ってるっていうところもあるので、ね、次回も期待しております。 はい、続いては、伊藤原選手です。3打数のアンダーです。キャッチャーへのファールフライ、センターフライ、サードゴロという感じです。まあ、センターフライ、まあ、そのね、めちゃめちゃいい当たりかって言われたら、あれやけど、まあまあ、 その、今日の中では当たり良かったかな、というふうに思っておりますと。うんと、まあ、守備でね、まあ、しっかりと活躍はしてくれてるんじゃないでしょうか。まあ、岡林選手、高松選手、あたりがね、足早いんで、まあ、割と前進守備してる中で、しっかりとアウト取れてる部分も多かったので、まあ、ここに関しては良かったと思ってますと。まあ、ただ、打撃に関してはね、まあ、ロハス選手、しっかりなんですけど、頑張っていただかないとちょっとしんどいかな、って感じですね。 はい、続いては梅野選手です。サ3打スムアンダです。センターフライ、センターフライ、ライテイのファールフライですね。 センターフライ、1打席目のセンターフライに関してはなかなか当たりは良かったと思う。そして、ライテのファールフライっていうのも、当たり的にはそんなに悪くなかった。まあ、ただ、打った瞬間ファールやとは思ったけれども、まあ、それはね、しっかりとファインプレーで阻まれてしまったっていうところだけなので、そんなに悪くなかったかなというふうには思ってます。ただね、やっぱり打率が2割切ってきてしまってるので、やっぱり梅ちゃん、もうちょっと打ってほしい。せめて2割5分は打ってほしい。まあ、2割4分は打ってほしいよなとは思います。 はい、最後ですね。青柳選手です。3打数、スーアンダーです。セカンドゴロ、セカンドゴロ、セカンドゴロという感じです。ね。いや、ほんまさ、青柳さん、めちゃめちゃいいよね。その、さ、しっかりと、ほんま、しっかりと打席でも、ま、チームのためにというか、ね、えバットを振っていって、しっかり当ててくれてるし、ま、球数的にはね、2球、4球、4球と、ま、計10球しか投げさせてないみたいなところはあるけれども、 ね、ピッチャーでもできることっていうのをしっかり打席でも果たしてくれてるっていうのを見れてね、ほんまにいいよね。ピッチング内容的にもね、もう完璧というような内容やったし、ね、バッティングでもね、しっかりと活躍、まあ、活躍というか、まあ、1アンダーしか打ってないけれども、でもね、しっかりと最低限の仕事をやってくれてるっていうのはね、見てて素晴らしいですね。まあ、前回からね、まあ、前回というか今シーズン投げてからね、その9回、9回、8回とかやったかな。 逆か、8回、9回、9回やったかなちょっと忘れたけど。でも、長いイニングをずっと投げ続けてくれてるので、ちょっと疲労というところに関しては心配になっておりますが、まあ、バッティングでもね、しっかり活躍してくれてるので、え、次回も期待しております。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、青柳投手一人ですね。え、9回と3分の1を投げて、109 9 5アンダ6三振、2ファーボール、1失点です。ねえ、2ファーボール、どっちも深刻圏ですからね。うん。いや、ほんまに。 何も言うことない。これで終わりでもいいと思います。うん。まあ、さすがにね、その10回、まあ、とってなら9回。ちょっとね、球数がね、まあ100球に近くなってきたところもあって、若干ボールが浮いてたかなというふうには思うけれども、まあ、ただね、今シーズンの青柳さん、まあ、球数が90球ぐらいいっても9位はあると。ツーシームで詰まらせることもできてると。 いや、ほんまにね、その、まあ、三振は取れへんかもしれへんみたいな状況になっても、打たせて取ることはしっかりできるぞっていう風に、しっかりとアウト取ってくれてるので、いやー、すごいね、マジで。ほんまに。まあ、スタートからいたら、 とかっていう風にね、高望みというか、うーん、とかって思う部分はあるけど、スタートが遅れたからこそ、こういうピッチングができてるっていう風に思うとね、青柳選手がほんまに素晴らしいっていうことがしっかりわかるよね。まあ、ベンチからでもね、しっかり、まあ、バッター応援したりとか、もうほんまにね、その野球選手として、もう全部できることをやってくれてるっていうのは素晴らしいですね。まあ、できるならばね、こういうピッチングをした、まあ、 当たり前ですけど、大野選手もこういうピッチングをしてるから勝たせてあげたいとお互いのチームから思われてるのはわかるけれども、まあ、阪神ファン的にはね、こういうピッチングをした青柳さんに勝ち星をっていうところはね、期待したかったんですけどね、まあ、こればっかりはね、もう阪神打線やからな。まあ、変わってないからね、正直なところ、めちゃめちゃ打ったかって言われたらね、打ってないっていうふうに思う部分の方がね、今シーズン多いので、 ま、あ阪神打線には頑張っていただきたいですし、青柳さんに関してもね、さっきも言いましたが、ま、長いイニングをずっと投げ続けてるので、疲労というところ、ちょっと心配です。正直なところ心配です。ですが、ね、次回の登板にも期待しております。はい、というわけで本日は5月6日、阪神 VS 中日の試合について語らせていただきました。ね、いやー、ね、最初にも言ったけど、ま、僕は打撃戦より、投手戦の方が好きで、こういう痺れる試合、 ただけでも、正直もうね、満足してしまってるというか、もちろんね、阪神が勝つことによってっていう部分はあるんやけれども、ちょっと満足してしまってる自分がいることがね、ちょっとあれかなと。うん、まあ阪神ファン的にはっていう風に思ったりする部分はありますが、まあ明日からね、勝っていただければ何ら問題ないし、ま明日、明後日と勝って勝ち越しでこのカードを締めたいなという風に期待しております。 というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方にツイッターあとインスタグラムのリンク貼っているんでよかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。